ガチャガチャどうもバイスです。さあ今回もやっていきましょう。ついに来ました、サムライレムナントコラボ。ストーリーの方は動画作っててまだ詳しく見れてないんですが、どんな感じに FGO 君がサムレムに切り込んでくるのか楽しみで仕方ない。そんなサムレムコラボなんですが、新規サーバントとして限定星5アベンジャーの源ライコン牛御前、そして限定星4キャスター結晶月が実装されました。今回はこの2人をゲットするまで全力でガチャを回していきます。はい、それでは早速回していきましょう。石の余りは今回も結構あるね、192個、つまりワンちゃんある。2人とも結構好きなキャラクターなんで、ご縁があることを願いつつ行きましょう。サムレムコラボサーバントコンプリート目指して10連目レッゴー。始まりました、今回も対戦よろしくお願いします。さあまず開幕はサーバント。一瞬をって思ったけどライダーじゃないんだよな。この霊装はイベントではないね、先行登場してたやつかな。というわけでいつもの FGO 君ですね。でも最近のガチャは各編入って調子がいいんで文句は言えない。今回も頼むで。回転数は20連目をいきなり星5霊装。これめっちゃイラストいいですね。金サーバントも来たー。これは今回も各編あるのか。キャスターということはいいねいいねいいね。正月ちゃんゲットー。結構早くて嬉しい。あと牛御前もいたり、あと牛御前もいたり、あと牛御前もいたり、お星4霊装も来た。しかし牛御前なし。私は由衣小説烈士足らんと志すものである。キャスターと今は言うべきかな。お見知りおきを。かわいい。ぴっちりスーツに目がいってしまいますね。まさか対魔人系サーバントだったとは驚きです。回転数は30連目。正月ちゃんも出て霊装も星5と星4が出てるんで、あとは牛御前のみ。頼むぞ頼むぞ。ちなみに霊装の効果なんですが、その前に止まったかあるね。牛御前なら神ゲー。キャスターまままままま、正月ちゃん本レベルアップ、ありがてーありがてー。星5霊装偉い。ということで今回の星5霊装なんですが、二天一流の女、アタック全振りで無敵貫通、突でアーツ性能 8% とバスター性能 8% アップとなってます。未突でも各 6% ずつアップするんで、無敵貫通霊装未所持なら1枚あってもいいかなって感じの霊装かな。今の環境でダブル属性は結構きつい。イラストはめっちゃいいんですけどね。というわけで性能面だけで見ると無敵貫通霊装を持ってるなら追いかけるほどではないと思います。イラストはマジ強キャラ、かっこいい。お、止まったんじゃんか。いいね。そろそろ牛御前チャンスある。キャスター正月ちゃんかなりいい子なのでは。やっててよかった大魔人 RPG。 星4霊装の方は突で毎ターン NP 増加 4%、 クイック 5%、 クリー力 15% アップと4の中ではアリな性能ですね。あ、石なくなってたわ。ガチャは血を求め、首を断つか。アズラエール。はい、本番行きましょう。各編はよ70連目。さあどうなる。サーバント。スキップ。霊装。はいや。FGO 君、こういうところ。80連目。ちょっと雲行きが怪しい気がするんじゃが、各編あるよね。サーバント。スキップ。霊装。霊装。霊装。いつもの。90連目、結構沼ってきたね。懐かしいこの感じ。でも、まだ100連も行ってないんで、本気を出した FGO 君は、こんなもんじゃない。まだ各編まである。はよ。霊装。霊装。なんか早いんだよな。そして、100連目突破。
FGO 君。どしたん？牛子前派よ。星子霊装が偉い。霊装？早い。だいぶ怪しい。でも、そろそろ、星子霊装突ってそうかな？霊装？サラマンダーよりずっと早い。これは、まさか、目覚めちまったのか、本当の FGO 君が。でも、まだ信じてる。頼む。一気に、牛子前3枚とかはよ。お、久しぶりの金サバ、そろそろ星子があってもいい頃なんじゃが。まさかはまずい。やめてやめてやめて。せーふ、フランちゃんかわいい。お、金回転、まさかおがび。アベンジャーなら熱い。あ、正月ちゃんはいいタイマニン。というわけで、あっという間に二人目です。さあ、沼がどんどん深くなっていきます。まだまだ浅いけどいろいろ思い出してきた。恐怖しかない。130連目。霊装。霊装。霊装。いつもの。140。核変状態ならもうゴールしてるんだけどな。霊装。霊装。霊装。イベント霊装はお腹いっぱい。きっと集会がはかどる。でも牛子前引けないと FGO 君がはかどらない。不思議。150。沼が結構深くなってきました。そろそろ、キャスターとアベンジャー以外のクラスカードが危ない。霊装。霊装。金サーバントも来なくなってきたな。あのぬるかった FGO 君はどこへ。二人目も死んじゃいそうです。助けて。160。アベンジャークラスが来たらかなり熱いはずなんですが、全く来る気配がない。牛子前ママ、迷子属性かな。そういえば、ティアマトママも天井ギリギリだった記憶あるわ。あ、ニキチッチもめっちゃハマった。これは、つまり、気づいちまったな。というわけで、二人目最後の170連目。二人目でなんか起こったっけ？金サバ一人くらい来てたかな。でも、FGO 君が本気出したら、100連組むも当たり前。まだまだ優しい。霊装。金回転、最後にやってくれるのか。アベンジャーカモン。おい、やめろ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 助けて。セーフ。そういうの良くないよ FGO 君。詫び牛子前はよ。というわけで、さらば諭吉。はい、3人目突入。天井も見えてきた。何このゲーム怖い。回転数は180。霊装。霊装。霊装。まだある。霊装。お祭りだね、わかるとも。190。そろそろ、星5サーバントが大量すり抜けした方が美味しく感じる回転数になってきた。40体くらいくれ。霊装。霊装。金回転。そろそろ、正月ちゃんホーグレベル5になってもいい頃合い。アベンジャー来たー。まさか迷子終了。終了しちゃうの？さあどうなる？星4だとまずいぞ。来たー、牛子前ゲットー。迷子終了。あと、もう一人いたら、神、バイプッシュ、バイプッシュ。源の雷光。もとい、神明を牛子前。アベンジャークラスにてまかり越しました。はい、というわけで、終了。合計209連でフィニッシュです。久しぶりに、深いところまで来ましたが、まあ星4ピックアップしてる分、まだマシかな。牛子前さんは、ホーグレベル1で実用性という意味では、全然ないんですが、さすがに青天井を追いかけるのは、もうトラウマになってるんで、少し様子見ようと思います。というわけで、正月ちゃんは、ホーグレベル4、星4霊装は、たくさん、星5霊装も1突完了。悪いながらに、一応、結果は、出せてるみたいなやつ。霊装が、もう少し上手ければ、青天井に立ち向かってもよかったんですが、正月ちゃんが、ホーグレベル5になった時点でやることなくなるんで。まあ、我に合わない。なので次回も対戦、よろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で、次回は、もしかしたら、
片月の周年放送あたりでワンチャンある可能性もあるいは。では、この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。次回のガチャログでお会いしましょう。バイスチャンネルでした。またね。